ベタベタに貼り付けたお札何十枚というお札が全部剥がれ落ちて床に溜まっていたそうなんです。はい、えー、村上六です、えー。先日ですね、スリラーナイトに来られた、えー、若い女性から聞かせてもらったお話なんです。で、この方大学時代。 で韓国に留学されてたそうで,で当時住んでたのが女子寮で建物自体ね非常に古いらしいんですけど、まあ、彼女たち住んでたのが4階でこの部屋っていうのが、まあ、非常にこのリフォームの入った、まあ、近代的といいますかね非常にこの綺麗で新しい部屋だったとでその部屋に、まあ、同級生の女友達と2人で、えー、住むことになりましてで非常にこの快適な日々を送ってたんですがある晩いつものように友達と2人ベッドを並べ寝ていた ある瞬間突然彼女パチッと目を覚ましたと同時に金縛りに合うあ体が全く動かない、えー、目だけ動かして隣の友達を見るんですがこの友人は寝たままなんですうわどうしよう助けを呼びたいけどでも声も出ないそう思ってるうちに突然彼女たちの部屋のリビングの外つまり玄関人感センサーがパッと とと反応して電気がついたとえ今部屋の中には自分と友達しかいないなのに誰かが入ってきたってことになるんですちょっと待ってえ誰なのでも玄関の鍵を開ける音もしないどういうことなんだろうと思ってるうちに玄関の明かりがフッと消える続いて彼女たちが寝ているリビングの明かりがやっぱり人感センサー反応してパッと と灯る誰もいない誰もいないのに何かに反応して明かりがついているそして何もいないはずなのに気配だけはっきり感じるそうなんです一体何が自分の部屋に入ってきてるんだろうその正体もわからないただそのうちまたこのリビングの明かりがふっと消える続いて彼女たちのリビングの隣にあるクローゼット このクローゼットの内部にも人感センサーがあるらしいんですがそれがパッと反応するしばらくして結局その明かりも消えてしまったそうなんです翌朝になって彼女すぐにこの同じ部屋のね友達にそのことを話したと,とそれを聞いたこの友達それさまるで誰かが玄関から入ってきてこのリビングを通ってさらにクローゼットに向かっていったじゃあ私たちもその足取りをたどってみよう ということになり、彼女たち、玄関、そしてリビング、続いて、クローゼットと調べたそうなんです。ただ、別にどうということはない。まあ、いつもの見慣れた自分たちの部屋なんです。えー、じゃあ一体何だったんだろうなぜクローゼットでその気配が消えたんだろうそう思いながら、このハンガーでね、何枚も服がかけてある。その服をガサッとかき分けたときなんです。 その日まで気づかなかったんですがこのクローゼットの奥の壁ドアなんかじゃない板が1枚はめ込んであるって言うんですえ私たちの部屋にこんなものあったのこれさもしかしたら開くんじゃないそう言ってこの女性2人目の前のこのはめ込んである板をグッと押してみたと,と結果この板がこって と外れたそうなんですその奥にあったもの浴室なんですと言ってももう長い間使われていないこの水気が全くないタイル張りの浴室そしてその壁にベタベタに貼り付けたお札何十枚というお札が全部剥がれ落ちて床にたまっていたそうなんですそれを見て彼女たち悲鳴を上げたそうなんですが 後日知ったところによると実はこの古い建物、まあ、彼女たち4階に住んでるんですが1階から3階まではまあこちらでいうところのハプニングバーが入ってるそうなんですで以前はこの店舗4階まであったそうなんですがある時事件が起きたと、まあ、そのハプニングバーで楽しんでいる旦那それに気づいた奥さんが現場まで駆けつけまして えー、まさにこの楽しんでいる男性旦那さんをですね包丁で刺し殺したそうなんですまさに彼女たちが見つけたその浴室こそその現場だったんじゃないか、まあ、それにしたってね彼女たちの部屋ちゃんと新しい浴室だってあるんですなのになぜこの綺麗にリフォームが入ってる中その現場になった浴室を潰さずに 壁でで塞いでしまったのかおそらくそれができないような現場だったんでしょうね。えー、という韓国での出来事というのを聞かせてくれました。